それでアメリカの作った政権は非常にベトナムの人たちに評判が悪くて、国民の不満を買っていたということです。ですから、北ベトナムの支援を受けたこの南側の解放戦線、通称ベトコンと言いますけど、ベトコンが激しい内戦になったということです。南ベトナムの方でアメリカの傀儡政権と、北ベトナムの支援を受けたベトコンと激しい内戦になったということです。で、これを見たアメリカはここです。4000人の軍事顧問団といって、これは正式な軍隊というわけじゃなくて、この内戦に勝つためにこの戦争のやり方を教えるというような、軍事顧問団というのを4000人派遣しました。そうこうしているうちに、このトンキン湾事件というものが起きました。これ現在ではこのトンキン湾事件というのはアメリカがでっち上げたというような事件だというふうに言われておりますけども、はっきり分かりませんが、この1964年に起きたトンキン湾事件というものを口実にして、アメリカが本格的に戦争に介入したということです。で、この介入した時にアメリカ、1965年に北爆というのを始めました。アメリカがすごい大きな爆撃機で、北ベトナムの村、大して町はないんですけども、工場ももちろんないんですけど、そういうそのジャングルみたいなところに、爆弾を落としたということです。それがなんとですね、255万トン爆弾を落としたっていうんですね。で、これは日本が第二次世界大戦に、受けた爆弾の量が13万トンだということですから、もういかにたくさんの爆弾をアメリカはベトナム戦争で落としたかということが言えると思います。で、そうこうしているうちにこれです。アメリカは戦争大好きですから、戦争をやってるうちにドル危機といって、ニクションショックといって、それまではドルを持ってきたら金と交換するんだということで来てましたけど、もう金と交換しない、要するにペーパーっていうか、何の価値もないドル札になってしまったということで、経済的に行き詰まってきたということです。で、アメリカは最大で、45万人の軍隊をベトナムに送り込んだというふうに言われております。そういうことで、アメリカ国内はもとより世界中で、戦争をやめようという反戦の大運動が巻き起こったわけです。